歌かな。はい、これはですね、もう、まあ言うたら今夜なんで、部屋の明かりはもう全部落としてます。蛍光灯はもう全部切ってるんですね。そして、向こうの部屋の、あの、机のところの間接照明だけ1個だけつけてる状態。で、4の YN600LED は1灯だけ、僕のこのカメラの裏側に、高い位置からこちら側の窓ガラスに反射させてる状態です。で、やっぱりそれだけじゃちょっと光量は足りないんで、ISO 感度をですね、ISO 感度を、今2500まで上げちゃってます。だからちょっとね、ノイズはあるかな。F2.8 の、シャッタースピード60。で、ISO 感度2500。これもっと上げて、4000とかね。4000とかにしたらこれもう、あんま変わらないちゃうかな、昼間と。これ夜ですよ。まあ、ちょっとね、ただノイズ感は、粒子感はちょっと出てしまってますよね。うん、まあ、その辺は仕方がないかもしれないですけどね。うん、ただ、これで、やっぱこう窓に反射させてるから、窓からの光がこう、さ、入ってるような、この顔の、この光の光の当たり方ね。この僕がこの前話した、こっちが明るくて、ちょっとこっちが暗いみたいな。ね。こう顔がスマートに見えるみたいな。ね。こう顔のデコボコとかね、汚いところとか、この歯の間に詰まった白素とかね、そういうところもきっちり、正面に照らされてね、演出が効いた絵作りができてると思います。これ、えんちゃん。ちょっとノイジーやけどな。うん。いいと思う。